<laughs> その衣服実にいいですねな何だ急に背中からも前からも脱ぎやすそうで実に魅力的ですねやはり刀は脱がなくては力を発揮できませんああ話していたら脱ぎたくなってきましたいやその必要はないと思うが。 皆服を着ていても十分に強いあなたは分かっていませんね皆は脱ぐともっと強くなりますよおそらくおそらくなのか自分以外のことははっきり分かりませんからそんなことより今はあなたのことですせっかく脱ぎやすい服なのです早く脱ぎましょうほら 今日は脱ぎ日和ですよ。《そう言われても困る他のやつを誘ってくれ》《村正最近私を観察しているようだがなぜだ?》 いいいえ、観察などしていません。考えをなっていたのですどうすれば面影さんが脱ぎたくなるかそして先ほどついに完成しました魅力的な脱ぎ方百選いや私は期待していいのですよあなたのために選び抜いた脱ぎ方の数々ですから。 そうではなく、そもそも脱ぐ意味がよくわからない。<laughs> そんなあなたでも楽しく脱げる脱ぎ方を今ここで伝授します。そういうことでは。まずは基本的な脱ぎ方から行きましょう。見本を見せますね。もはや一旦脱いだ方がいいのだろうか。